おはようございます。おはようございます。なんかあれです。近いんだって車だと。新鮮な感じ。いや遠いです結構。絶対近いよ。広角なんで。いや本当に？はい。めちゃくちゃ遠いです。ならいいけど。暑いですね。うん。めっちゃ晴れてきた。暑い。はい、今日はあの前の浜野さんレジェンド浜野の、うん、あの6回塗りの現場が終わったんですよね。ね、終わりました。やっと長かったね。めっちゃ長かったです。ズボン2着ダメになりましたね。靴もボロボロだしね、やばい。でもなんとか無事に終わって、今日なんと解体しております。はい、まあ、その様子を見に行こうみたいな。そうですね、感じなんですけど、うん、なんですね、けどそう、解体今日リュウジ君なんだよね。はい、リュウジ君が解体してくれたんだけど、はい、朝電話したらなんかめっちゃ元気なくて、はい、リュウジ君ですか。そう、なんかうんうんみたいな、はい、どうした。リュウジ君がですか。そう、リュウジ君が、うん、いつも取られたんじゃない。プーさん、スキグレットに。そう、なんか全然元気なくて、はい、なんか、とりあえずお願いしますって言って電話切ったんだけど、はい、生きとるかな。リュウジ君がすか。大丈夫かな。なんかいつも結構電話でもハキハキ喋っとる。そんな、うん、そんななんかテンションの差があんまりある人じゃないんだよね。だからちょっと心配だよね。どうしたんかなっていう。はい。はい、で、まあ見に行くついでにリュウジ君の様子を見に行くみたいな。そうそうそう、現場見に行くついでが目的だけど、はい、まあ、ちょっとリュウジ君の様子も伺おうかみたいな感じで、はい、それで死んでないかなと。死んでない、そうそうそう、死んでないかなと思って、現場で死んどらんかなと思って。暑いし。あー、ね、暑さに弱そうですもんね。そう、だからね、ちょっと電話してみる。あ、電話してみます。一回かけてみる。これ出なかったらまずいですよね。どんなか、うん、そうだね、一回かけてみようか。忙しいかもしれない。あ、出た。もしもし。どうした？生きてる？生きてない。生きてない。ちょっともうちょっとで着くからお願いしますね。え？ちゃんとお願いしますね。ちゃんとお願いしますね。無理でしょ。無理でしょ。ダメだこりゃ。もうあと多分5分ぐらいで着きます。了解です。はい。やばい、やば。え、そんなロレツ回ってました今。あらららららら、死んどるらしいですよ。え、何があったんですかね。いや、わからんけど、とにかく暑いし、ちょ、飲み物だけ買って様子伺いに行こう。そうっす、あ、怖い、怖いね、怖い、どうしよう、怖いね、どうしよう。え、もう予約しといた方がいいんですかね。何の予約。あの葬式場とか通夜とか。やばいって。え、もう、やばくないですか。まだ大丈夫ですかね。まだ大丈夫だと思う、多分。怖え。とりあえず飲み物買ってきます。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。もうだいぶできとるね、終わっとるね。かっこいいわ、ハモさん。すごいっすね。ねえ、そう思うと。あ、すごいすごい、すごい。こんな感じですか。あー、すごい。めちゃくちゃ、またちょっとあれだよね、シートが被っとるときに見るのとは違いますね。全然違うね。あとこの辺しか残ってないわ。反対から回ろうか。そうっす、反対から回ろう。見て、この雨戸。うわ、新品じゃない。すごいよね。雨戸変えたんですか。いや、変えてないよ。浜野さんの手あの職人技だよ。これはすごいっすね。めちゃくちゃ綺麗だもん。お疲れ様です。どうしたんですか。怒ってる。怒ってますよ。怒ってる、怒ってる、怒ってる。もう終わりじゃん。お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。めちゃくちゃ、どうしたんですか。何か電話。電話しんどったら。何ですかそれ。眠気すっきり。元気なさそうだったから、何で元気わからんけど、ね、とりあえずこれよく14歳ぐらいの時よく飲んだ。なんで元気ないですか。なんで元気ない。彼女に振られた。やばいです。やばいです。離婚。何か。まさかの離婚。違う、二人目の女に振られた。やばいって。それはまずいです。リアルだわ。リアルだわ、それ。それ飲んで、からの水分補給ね。あ、そういうこと。そうそうそう。で、からの凍ったやつも買ってきたから、うん、これはさ、あの、溶けたらね。これはベトナムにもあるからね、みんな。今渡すなって感じだろうね。主人目がシャキなんて、はい、見た。飲んだことないけど、シャキる、シャキってなるの。いや、ならないよ、多分。なんか声に覇気がないですね。確かに。この現場の10時ぐらいまでの頭フラフラしてた。ずっと。リア熱中症とかですか。熱中症とかですか。暑さやばいよね。そうそうそう、急にこんな暑くなったもんね。急にね。めっちゃ綺麗じゃない。これ何、吹き付け。
5、手塗り、浜野さん6回塗り、6回塗りこれ6回でこれだよ、すごくない？じゃでもだからこれちょっとでも傷つけたら下地から全部やり直しだって、うん、分厚いもんね、確かにこのこれ見た時に分厚いなと。タッチアップじゃいかんらしい。タッチアップじゃ効かんから、うん、ぶつけたらもう全部下から一番下からやり直しで6回塗りしなあかんって。うん、大丈夫ですよ。何がクラクラしてる状態で思ってどこぶつけてない、大丈夫？そんなの見えねえでしょやばい、プロ意識がなくなってるやめてよ、気づかんでしょそんなの。やめてくださいよ。いやでも多分ね、ツヤなしだからね、ぶつけとったらすぐ分かると思う。あ、本当ですか、うん、傷がすぐ分かる、多分こんだけあれだったら。あ、終わったじゃん。終わったよ。車前出す、前持ってって片付け。前移動しますか、じゃあ。ここにおってもしょうがないね。とりあえず飲むか。とりあえず、そうそう、とりあえず飲んでよ。せっかく買ってきたんだね。寝不足かなんかですか。ん、遊びすぎだわ。遊びすぎですか。遊びすぎと仕事。まずこれあ、明日やっと髪の毛切れる。明日美容院ですか。うん、俺が行ってる病院がコロナになったとか言って1ヶ月見せしまっとったもんね。あ、そうなんだ。ちょっとヘルメット取ってください。なみにぎゅうじくんどこまで行ったの。俺とだけ、地元で。あ、ヘルメット取ってください。どうだよ。なんですか、ちょっと見てみたいです。気持ち悪い、やめて、そういうの見たいとか今男に言われたくない、別にヘルメットの中ですか。うん、じゃあ、カンタの美容院も密着したんだよ。りゅうじくんの美容院も密着して。俺、美容院じゃないもん。美容院みたいなとこや。へー、俺顔剃りしてほしいタイプだからさ。はいはい。あー、そういうことね、床屋とかで。そうそうそう。で、ほんと床屋じゃないけど美容院みたいな床屋。男だけしかできん。あ、そうですか。そうそうそう、女の子はできん。俺が昔から中学校からずっと行ってる。床屋だったらそんな高くないよね。いや、4000円ぐらいだよ。美容院6000円ぐらいするよね。しかったっけ、もっとくぐらい。5、6000円ぐらいじゃないですか。カンタもっと高いけど。あいつの俺パーマあんま好きじゃないんだよな。なんであんなチリチリにするのかわからん、俺には。なんかもっとなんかウェーブみたいなクルンクルンすればいいのになと思って。あー、なんかパーマもいろんな種類があるもんね。あるある。あれだってもうツイストだもん、本当に。だね。なんで死んでたんですか。女の子が、はい、全然寝かしてくれんくって、はい、ずっとかまってちゃんかまってちゃんだったで、はい、それでいつもだ気づいたらもう3時ぐらいになってて、はい、でやっと寝てくれたなと思ったら、はい、まだ起き出して、それで寝不足になった。生々しかったっすね。何が聞くんじゃなかった映画見ててとかと思ったら、シャキッと、まだシャキッと飲ませたけどシャキッと死んでダメだわ。ダメっすね、ジュシカ。にゃにゃ怖いって怖いってやばいっすね。にゃって言ってました。まあ今日はね、リュウジ君メインじゃないからね。家、そうですね、あくまでも家だからね。浜野さんが頑張ってくれた家がメインだからね。はい飛んでる。そうですね、まあ、そうそうそう、何回か折ったからね。はい、それの最終形態だよね。そうですね、木でちょっと全体があれですけど、ね、ちょっと全体がここぐらいしか映らんのじゃない。はい、あ、雰囲気でめちゃくちゃ。でもあれだよね、これツヤなしにしてよかったと思う。いや、それは本当ツヤ、落として正解だった気がする、この柄なら。じゃあ午後からも、午後からも頑張ってください。シャキッとして気をつけてください。やっぱあれですね、目が開ききってないですね。なんか目が開ききってない。できるわけねえだろそんなもん。多分朝一に比べたら全然元気になったね。いや、もう朝一だったらもう胸開いてねえよってなんならもうフラフラしちゃったからずっと頭がこうやって朝一より声にはちょっと力が出とった。ああ、マジですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。無事に解体終わりましたので。いや、綺麗ですね。綺麗で、よかった、はい、解体の方が気使うよね。解体の方が気使う、それは、ね、そうだよね。特にツヤなしだと汚れつくでね、すぐちょっと服で擦っただけとかでまたつくもんね。あ、そうなんですか。敷地まだ広いからよかったけどね、うん、狭いと壁とか服で擦れるでね、すぐ。あ、マジですか。何がマジですかと思う。心あらずだよ、お前だいぶ見とんなと思ったアンテナでした。やめてよまあでもね、安心してたから解体もね、はい、してもらってあれだしね。今日はたまたまちょっと見たかったから来たけど、はい、よかった。よかったです。綺麗に解体してもらってありがとうございます。ありがとうございます。いい、午後からも頑張ってくださいちゃんと仮眠取って頑張ってくださいね。仮眠取って倒れないように暑いからね、とにかく熱中症がね、はい、怖いね。熱中症にはならんよ。でも大体毎年さ、実習生誰か、実習生はなるよね。
でもそれはあれでしょ、新しく来た子ね。あーそっか、やっぱ免疫なのかな。そうそう、2年目の子はもうならんよ。慣れ慣れ慣れだって、もうちょっと外出ただけでヒーヒー言うとったよ。いやこいつ一回ちょっと使ってよ、はい、朝から。いやもうやめましょう。本当の苦しさ知らんもんだって、どっちみちこいつ。それでも朝からガチでずっと自分がそのなんていうの、熱中症とかになったことある、はい、あります。去年撮影でなんかふわふわってしたらしいよ。あ、いや一回ガチで記憶が飛びましたね、学生の頃ですけど、部活中に。はい、じゃあ、はい、またこの後はリュウジ君も解体あるし、はいはい、この現場に旅立ちます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また、なんだ、練り替え道場、はい、足場ハンチャンネル、はい、大谷チャンネル、はい、佐々木ファミリーチャンネル、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。足場ハンチャンネルお願いします。ダメだこりゃ。なんかもう早く解放してあげよう。そうですね、もう早く解放してあげよう。もう今のなんか今のあのいちご狩りの最後の社長さんありがとうございましたがよぎりましたね。なんか確かに、あの凍っとるやつ飲んでね。ああ、あもう忘れとるでしょ。ありがとうございました。凍っとるやつ飲んでください。お疲れ様です。ありがとうございます。ま た, ます また見てね。やらんかい。めっちゃウケるじゃん。